はい、こんにちは。今回はですね、フォトショップスケッチっていうアプリのすごいブラシを紹介していきます。で、何かっていうと水彩ブラシっていうのがあるんですけど、それがすごくてですね、超リアルににじみが表現できるんですね。で、私普段プロクリエイトっていうイラストアプリをメインに使ってて、まあ、あと他のペイントアプリっていうのも使うんですけど、まあ、このフォトショップスケッチのにじみ機能がですね、面白いなと思ったので今日は紹介していきます。ですね、最終的にこんなのを作っていきます。おそらくですね、水彩画を描くために作られたブラシなんですけど、まあ、私そんなに水彩画とか描かないので、まあ、こういうデザインチックな素材を今日は作っていきます。で、まず、フォトショップスケッチ開いていきます。キャンバスサイズ、今回 iPad Pro のサイズで、選んでいきます。で、まずブラシの紹介からしていきます。上からですね、5種類今デフォルトで入っていて、上から鉛筆、インク、次が、マーカーで、アクリルで水彩かな。で、この一番下のやつが水彩の今日紹介するやつです。で、今の消して新しいレイヤー作りますね。で、ちょっとこの水彩でどうなるかっていうのを見せていきます。で、まず色取ってキャンバスに塗っていきます。で、そうするとですね、こうじわーっと水彩の絵の具が広がっていくんですよね。で、例えば色変えて塗るじゃないですか。そうするとですね、その色が混ざりながら広がっていくんです。で、左下のこのボタンがですね、ファンっていうボタンで、まあ、水を乾かすファンですね。押すとですね、この広がりが止まります。で、いい感じのところまで広がったらファンで止めるっていう感じです。で、ここ、上下に動かすとブラシのサイズが変わります。で、中央がインクの量ですね、どれくらい水が含んでるかっていうのをここで上下で変更できます。で、一番下がカラーですね。で、その下にですね、筆圧とかもう少し筆の詳細を設定できます。で、まあ、さらに青色を重ねてにじませてファンで、止めるっていう感じです。で、右側のレイヤーの項目はですね、不透明度を変えたり、あとブレンドモードを変えたり位置を変えたりできます。こうやって、上下反転左右反転もできます。で、複製してもらって、ここでブレンドモードですね、蒸散だったりとかスクリーンだったりとか、フォトショップやってる人は馴染みが深いと思うんですけど、まあ、ここでこう重ねた時の色合いとかを決めることができます。ということでですね、4種類にじみのデザイン素材っていうのを作っていきます。本当に癖になるというか、めっちゃ楽しいんでやってみてください。いろんな色を重ねるとですね、さらに気持ちいいというか、あとこのファンも結構楽しいですね。ファンボタンで、フォトショップスケッチなんですけど、無料でダウンロードできます。Adobe から出てる iOS 用の無料アプリですね。
で、フォトショップスケッチでカラーの素材を作れたらですね、次、テキストを載せたいので違うアプリに移動します。で、いろいろアプリあるんですけど、今回はピクセルメーターっていうアプリを使います。でですね、立ち上げてもらったらこんな風にフォトショップスケッチをですね、スプリットビューで横に出してもらって、左右アプリ2つ並べます。で、この状態で右のレイヤーを左のピクセルメーターにですね、ドラッグ&ドロップしてください。そうするとですね、レイヤーだけがこっちに移ります。で、こんな感じでサイズを変更してここにテキストを載せていきます。まあ、今回は適当にですね、英語を書いていきます。で、ピクセルメーターなんですけど、レイアウトアプリですね、画像加工とかもできるし、テキストも載せれるし、基本的には画像を重ねて並べたりして、レイアウトを組むアプリになります。で、こんな感じで文字のサイズとか、フォントを選択して、位置調整していきます。で、できたらですね、最初の画面に戻ってもらって、このキャンバス自体を複製していきます。4つ作るので4個複製してください。で、さっきと同じように、Adobe スケッチじゃないや、Photoshop スケッチ立ち上げてもらって、違うレイヤーを表示させて、そのレイヤーを右から左にドラッグ&ドロップします。で、まあ、サイズ感だったりとか、文字のポジションとかをですね、こうやって見ながら、レイアウトを組んでいきます。はい、ということでこんな感じで完成になります。今回はですね、水彩画じゃなくて、まあ、こういうデザイン素材みたいなのを作っていったんですけど、まあ、アイデア次第でいろんなものを作れるなと思っているので、よかったらぜひぜひ Photoshop スケッチ試してみてください。はい、ということで今日は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。バイバイ。